そうですね、まあ、前回の勝利はまあ別にどうでもいいんですけど、はい、今日は本当に今までで一番燃えてます、ね、おお、はい、珍しい。その心は僕気づいたことがあったんですよ、はい、で去年の再生数ですね、去年3戦やったんですけど、はいはい、滝久、はい、春日瀬、はい、正松、はい、まあ一個ちょっとコンビじゃないところがあって、はいはい、まああとコンビのね、格の差だと言われれば、まあ、それまでなんですけど、はい、滝久の YouTube 一番伸びてたんですよね、再生数が。おお、はい、はい、で今年こうやってやることになったのも、うん、結局森が再生数伸びて味しめてるだけなんですよ、ね、はい、はいはいはい、だからここも再生数を抑えたいなと抑えたい、はい、はい、でなんで滝久伸びたかって言ったら、はい、まあもちろん名前もあるんですけど、うん、唯一負けたのが滝久だったんですよ、はい、なるほど、はいはい、多分ねみんな僕らが負けるところ見たいと思ったんですよ、ね、はいはいはい、はい、だからこれもう滝久もボッコボコにして、はい、再生数担がせくらいに抑える勝つことによって監督のにやけ面をやめさせたいの、はい、担がせも批判してるからコンビじゃないまで言われてね今日初めて同じ敵を倒そうという、はい、ついに来たんじゃないですか。いやこれ最後ハイタッチ見れるかもしれませんね、はい、つい、はい、堀さんの方から、はい、っていうのもあるかもしれないですね。ルカワと桜木のようあの無言の見つめ合って、はいはい、ナンバちゃんナイスセンセンって言って、はい、ハイタッチあるかもしれないです、はい、ここでちょっと約束してもらえるんだったら、はい、勝った時ハイタッチしますね。勝ったら来年からは渋川ナンバの挑戦状です言っていただけるんであれば一人でまさかしてもらえそうちょっと約束できないんですけど、はい、検討だけしときましょう。でもハイタッチ見たくないですか。ハイタッチは見たいですね。堀さんから手出すんですよ。確かにこれマジで再生数爆上げですやばいやばいもうそのサムネでめっちゃいきますよ、はい、なるほど、はい、分かりました。検討しておきましょう。はい、いいでしょう。噛み締めてね、俺たちの勝ちだとその時が近づいています。堀渋コンビ、今シリーズは UK に敗れるも田辺健太チームに勝って、そして昨年敗れた滝下チームについにリベンジがなります。何なの田辺健太って。田辺健太はやばい、ね、人じゃんね。田辺健太はやばいっすよ本当に。人じゃん、はい、さあ残りあと2週1週半と言っていいか。久さんも今チーピン積もり逃してちょっと悔しそうにしてました。トップだったのにって言って。ハイタッチ出ますかね監督。これは出るんじゃないですか、はい、絶対出ないでしょ、はい、堀さんが手伸ばすかどうかだからね。いや渋川さんから出さないでほしいよ。ナンバちゃん絶対手出すな。堀さん渋川さんこらえて、こうやってやります、はい、堀さんの待ってよ。流局脳天、さあ堀は動かない、何も動かない、手を出さない。また監督来年もやりたいみたいですねこれ。どうやらやろうとしてますね。やろうとしてますね、はい。渋川さんがいつも通りのおー終わったからな、終わったからな。来年はいやー、ということで、はい、見事、堀渋コンビの逃げ切りということで、はい、この後は表彰式です。おめでとうございます。飛びようがない。はい、ということで堀渋コンビは、前回の、対戦に続き2連勝ということになりました。さらには、滝下コンビにリベンジ達成ということで、まずは堀さん、はい、やりましたね。いや本当に嬉しいです、ね、本当に嬉しい、はい、これでもうこの企画終わりではい、はい、もう繰り返しになりますけど、はい、来年からは渋川難波の挑戦状始まりますんで、はい、皆さんお楽しみ。始まるんだ、はい。最後久里さんが敗定杯を切って勝利が確定して、はい、その時渋川さんがなかなかハイタッチを出さない中、自分から行こうかなっていう気持ちありましたか。いや全く忘れてました、もうはい、でも、はい、嬉しかったですね本当に、はい、なので一応記念にやってきました。はい、まあ来年は頼んだぞって頑張れよみたいな、引き継ぎですね、引退だ。はい、さあそのハイタッチを受けた渋川さん、はい、まずはその時のお気持ちいかがでしたか。
いやまあ勝った時はカンムルだったんですけど、うん、堀さんが来年もやろうぜって言いながらハイタッチしてきたんですよ。あーいやー、そう、ねはいはいはい、マイクで言われないか分からないんですけど、言ってたんで、ああ堀さんもやっぱそういう気持ちになってくれたんだと思って、竹石さんの絆を間近で見て、あ、気が変わってくれたんだなと思って、なるほど、もう本当に嬉しかったですね。はい、激闘を通して、うん、やはりこの企画だよな、俺たちはっていうのを確認し合ったみたいな。はい、なんならもう、ね、シーズン中もやろうぜぐらいの。おお、伝わってきたんで、はい、嬉しかった。それが何より嬉しかったですね。はい、でも本当に今回これで渋川さん、ひょっとしたらこの企画終わってしまうかもしれないんですよ。いやでも、まあ、堀さんも言ってましたけど、やっぱハイタッチの瞬間に気持ちが伝わってきたんで、はい、涙の卒業取り消しということで。絶対に卒業はい、まあ、卒業撤回ってよくある話じゃないですか、はい、やっぱりやりますね、まあ、ありますね。全然 OK です、それで。わ、はい、かりました、ありがとうございます。